6時になりました。12月7日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はまだ暗いですね。 10.4 度、北風が 3.9 メートル吹いています。浜松町です。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。今日も関東地方1日通して雲が多いでしょう。昼過ぎにかけて内陸部中心にところどころにわか雨があり、夕方以降雨の範囲が広がりそうです。次第に本降りとなるでしょう。最高気温東京都心で15度、横浜と埼玉で14度、千葉で16度の予想です。昨日に比べると高くなるでしょう。ただ北風がやや強めに吹くこともあります。暖かい服装を心がけてください。東京地方今日は曇りのち雨、降水確率午前中 20%、 午後 50%、 夜6時以降 70%。 明日は雨時々止むという予報ですね。濃霧注意報が現在群馬県に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉北東部、茨城県北部、強風注意報が伊豆諸島と神奈川の東部に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日は大雪ですね。二十四節気、大きな雪と書いて、結構だから雪降り始めますよというそういう季節なんですよね。そうだったんですか。それにしては結構ちょっと普段よりもあったかいような感じも。田中さん、さすがです、気温もだから昨日は一桁だったんですが、今 10.4 度ありますから。いや、やっぱ僕のお肌敏感ですね。敏感ですね。すごい、すごい、磨いてた甲斐があるわ。いやいや、すごい。センサー抜群。さて、新しく入ってきたニュースですと、アメリカのですね、複数の関係者の話として、バイデン政権が来年2月の、北京冬季オリンピック、政府高官らを派遣しない外交的ボイコット、週内に発表すると報じました。中国政府による人権侵害に対抗するのが狙いだと。一方、選手団は通常通り出場させる方向です。これに対して中国外務省は、アメリカが外交的ボイコットに踏み切れば対抗措置を取ると述べています。こういう動きになってきましたが、この動きいかがでしょう。これはですね、結構ね、前々から言われていたもので、やっぱバイデン政権としても人権に配慮しているということをね、国内向きにもアピールしたいし、やはり最近この、中国とロシアがどうもなんか連携してますよね、でロシアはですね、やっぱウクライナ侵攻というですね、ことをどうも半分以上マジに考えてるみたいな。10万近い兵力集めてるなんてね。そうですよね。でそうなるとですね、やっぱアメリカとしてもこれ、放置しておくと、同盟国向けにやばいですからね、だから結構ですね、情報機関から情報がですね、どうもウクライナ侵攻するんじゃないかということが集まった段階で、もうすごい早い段階でですね、NATO 諸国に、通知してですね、一緒にやっていこうと、で盛り上げている最中 で、はい、でこの外交ボイコットも、相手は中国ですけれども、やはりですね、同盟国で、ブイブイ言わせてみようと、で盛り上がっていこうと、でそのリーダーはアメリカであるというところを見せたいということがあってですね、でこれは、国内向けでもあると思いますよ、やはりバイデン政権ね、アフガニスタン情勢問題とか、あるいはメキシコとの国境問題で結構ね、支持率下げてますからね、そういった点でも国内向きに海外でしっかりプレゼンス、アメリカのプレゼンス見せてんだということをですね、示したいんじゃないですかね、で人権といえばやっぱりヨーロッパもね、この人権問題に関してはやっぱり、敏感ですからね。敏感ですよね、と言われてるんですけど、やはりね、本当に敏感だったら外交ボイコットじゃなくて、そうか、もっとね、強硬的にね、そうですね、で特に国際女子テニス連盟でしたっけ、の方はもう中国、ちょっと連盟の名称定かじゃないですけど、申し訳ないですけど、WTC だったかな、WTC ですか、ウーマンテニスって覚えてますから。そうですか、すいません、もうね、中国での試合を見合わせると、
もうこれね、毅然たる態度ですよね、それに比べて IOC の動きがね、もうなんかもう中国におぼねってるような感じでね、なんかあの中国から出てくるあの統制された報道を、なんていうかあの上書きしてるみたいでね、もう本当ね、あの足元見られてますよね、あの人権よりも金儲けっていうところもね、そうですね、でも、そうじゃない人たちもいっぱいいるんで、やはりここはね、欧米そして日本もね、ちゃんとした姿勢を見せないとダメですよね、でその今話出ました中国の人権状況をめぐってはですね、新疆ウイグル自治区、あとチベット、香港、まあ、ここでの弾圧に加えて、中国の女子プロテニス選手の彭帥さんが、消息不明になった問題、国際社会から批判浴びています。でこのアメリカの外交的ボイコットという判断、これまだ正式に出されたわけではないんですけれども、この判断が日本、あとヨーロッパなど各国の北京オリンピックへの対応にも影響する可能性があると。で松野官房長官ですが、日本の対応について適切な時期に諸般の事情を総合的に勘案して判断する、現時点では何ら決まっていないと話しています。まあ、この適切な時期に諸般の事情を総合的に勘案してっていうのがなんかぬるい感じしませんか。ぬるいですね、だから、ただでさえオミクロン株がどうなるかわからないと、東京オリンピックの時も結局はね、あの海外からの、なんていうかあのトップの人たちはほとんど来なかったわけですから、そういったあの、理由をつければ行かないで終わりみたいな風にはなるんですが、外交ボイコットっていう形でやるというふうにね、欧米諸国と日本が示し合わせてやると、それはそれでね、やっぱり中国側の出方が大きくね注目されてくると思うんですが、僕はもうやった方がいいと思いますね、やらないで済ますわけにはいかないというふうに、この人権の状況を見てみますとね、これで中国に隙を与えてはいけないと、あのやはりこの欧米や日本はあの弱腰 で、でさらにあの利益に弱いと、利害関係に弱いだけじゃんかと言われたらですね、これどん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 突き込まれてますから。そうですね、でこのアメリカ国内でもその判断した一つの理由としてですね、その討議の中でジェノサイド、集団虐殺が、新疆ウイグル自治区のケースですねが起きている中で、各国の首脳が中国に行けば人権問題について語る道徳的権威があるのか疑問を投げかけられる、簡単に言っちゃえば、それだって認めていっちゃうってことになりますもんね。そうですね、もうそれをやりだしたらですね、本当ね、隙あらば、中国側はそういったあの弱みも、握ってますからね、ともかく、お金を見せれば何でもできるってね、これ一番やばいですよ、本当に、交渉次第で人権問題もこうどうにもね、あのコントロールできるなんていうふうに、やりだしたらですね、これ我々欧米諸国と日本のですね、民主主義、自由主義の価値観がもういとも簡単に崩壊すると、その危険性がありますんでね、ここは外交ボイコット、このね、行方結構僕はね、重要視してますね、もうこれ確認ですが、選手は参加しますからね、選手は参加しますから、だからね、やっぱ中国側の政治的なリアクションがどう出るかっていうところを、やはりね、アメリカ、ヨーロッパ、日本ね、今、見据えてるところじゃないですかね、でその北京オリンピックめぐってはこんなことも起きました。オランダで開幕したカーリングの最終予選を中継予定だった NHK が放送を次々と取りやめ、ファンからは落胆の声が上がっています。このわけですが、成人向け商品を販売するオランダ企業のスポンサーロゴが NHK の放送ガイドラインに抵触する恐れがあるためだということです。で会場のアイスリンクにはイージートイズというアダルトグッズ企業のロゴが思いっきり描かれていて、中継映像に映り込むようになっていたということなんですが、この問題いかがでしょうか。スポンサーさんのロゴが何か、なんですか、そのアダルト成人向け商品、いやだからいきなりですかいやまだ10分も経ってないんですよだって、ビジュアル的になんか問題がなければ別にいいんじゃなかろうかなと思うんですが、でそのロゴがだからちょっとすいません、私も知らないんですけど、このロゴがなんかね、 NHK という存在はエッチしないんですか、いやだからNHK ロゴがいやだからそういうんじゃないんですけど、なんか NHK という巨人がなんかチンポコ持ってない、いやだからそういう感じじゃないですか、今の役職でもなんでもないじゃないですか、今 V 言っちゃいましたよそうですか、それはまずいっすよ
わかりました。正確言います。NHK という巨人が新北王子を持ってるということでよろしいでしょうか。それならセーフ。ありがとうございます。はい、時刻6時15分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞、賃上げ、税控除最大 40%。政府与党は企業に賃上げを促すための税制優遇拡充する方針固めました。中小企業は非正規を含む全従業員の給与総額を 2.5% 以上増やすなどの条件をクリアした場合、増加分の最大 40% 分を法人税から差し引ける仕組みとします。10日にまとめる与党税制改正大綱に盛り込むとしています。今年4月に始まった現在の賃上げ税制、中小企業が全従業員の給与総額を 1.5% 以上増やした場合、増加分の 15% 分を法人税の納税額から差し引くことができます。で、 2.5% 以上増やし、さらに社員教育を充実させるなどの条件、これもクリアしますと 10% 分が追加されます。新たな措置はこれまでの仕組みを基本的に維持しつつ、 2.5% 以上増やした場合か、 1.5% 以上増やして社員教育を拡充させた場合に控除率を 40% に引き上げるとしています。まあ、この賃上げ税制の優遇の拡大ですが、これは田中さん、中小企業にとってはメリットとなるんですかね。やはりですね、この賃上げ税制自身は岸田政権になって非常にクローズアップされてますけれども、はいはい、まあ、安倍政権の時からですね議論されていて、はい、で先行的に今ご紹介があったように、あの今年の4月からもですね、あの対応しているんですが、はい、なかなかですねそれがあの賃上げに、具体的にあの結びついていないっていうのがやはり実情だと思うんですね、うん、はい、むしろあの経済全体を改善させて雇用状況が良くなると、つまり、まああの企業側からするとですね、人手不足のような状況になった時の方が、賃上げしやすいですね、はい、環境があるんですが、今なかなかそれ難しいですよね。で、あの今回のこの控除率、確かに引き上げてはいるんですが、はい、もう少しっていうかもっと大幅にですね、はあはあ、引き上げないと、あまり効果がないんではないかっていうのが大体、まあこの賃上げ税制をめぐる議論で、はい、焦点になっているところですね、つまり、まあやるんであればもっと大胆に上げるべきだと、はい、40% じゃなくて、もうあのこれは、まあある種大胆に言いますけど、もうその倍だっていいと思いますので、はい、それぐらいの勢いじゃないと、はい、はっきりとした効果が、うん、特に中小企業には出ないんではなかろうかというふうに思います。だから中小企業も決断に踏み切れない、はい、ということですね、続いてはこちら。毎日新聞、総理3回目接種前倒し。第207回臨時国会がですね、昨日召集され、岸田総理が午後の衆参両院本会議で所信表明演説に臨みました。新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種、8ヶ月を待たずにできる限り前倒しすると明言していました。まあ、これまで3回目の接種といえば原則2回目から8ヶ月以上経った人が対象でありましたけれども、まあ、この承認予定のアメリカモデルナ製のワクチンを活用すると。でコロナの変異型オミクロン型の感染拡大を受けて最悪の事態を想定すると述べ、水際対策徹底する考えも示しています。まあ、この3回目の接種前倒しですが、この判断いかがですか。まああのね、今のオミクロン株がどうなるか、はい、少しわからないところもありますんでね、やはり国民の不安を、まあ、鎮めるためにこういったですね、はい、政策を打ってきたと、それについてはですね、おそらく、世論はかなり評価するんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、私もこう政治的な手法としては、あの岸田さんはね、明らかにこの、こういったですね、新型コロナのワクチン接種や水際対策をうまく使ってるなっていう印象はあります。はい、時刻6時19分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。岸田総理は昨日第2次政権発足後初の所信表明演説に臨みました。成長戦略としてデジタルや脱炭素の分野中心に政策項目を列挙しています。岸田総理、成長と分配の好循環を実現する新しい資本主義、これをコロナ禍に伴う危機後の目標に位置づけました。
成長戦略の柱としてイノベーション、デジタル、気候変動、経済安全保障、この4つの分野を並べました。デジタル分野では日本を周回する海底ケーブル、デジタル田園都市スーパーハイウェイ、これを3年程度で完成させると言明しています。大規模データセンターや光ファイバー、高速通信規格 5G、 こちらと組み合わせて高速大容量インフラの全国での整備、これを約束しています。2050年の温暖化ガス排出実質ゼロなどを目標とする気候変動対策では、新たな市場を生む成長分野へと大きく転換していくと提起しました。この成長戦略としてデジタル、脱炭素の分野中心に政策項目を列挙しましたが、これは田中さんどうご覧になりますか。まあね、打ち上げ花火みたいなもので、はあ、やはり後ろ盾になるですね、予算をきちんとつけていかなきゃいけないですよね、はい、どれもデジタル田園都市、これもですね、もともと田園都市自身は、私専門なんで、はあはあ、大正時代から言われてるもんですよね。そうですね、それにデジタルつけただけみたいなね、はい、で一体いつ実現するのかなって気もしますけど、まあそういったね大型なものをいっぱい言うのは結構なんですが、はい、どれもこれもお金がね長期的にかかると、はい、それを担保するだけのですね予算を立てていかなきゃいけないので、今のこの補正予算である程度のこの基金、ファンドみたいなものを立ち上げることはできてますけれども、やはり欧米に比べるとですね、予算規模が少ないと思うんですね、はい、ですので本予算で継続的に予算をですね確保していく、はい、その努力が必要ですよね、しかも多年度にわたりますんで、はい、財務省側もかなり渋ると思いますから、そこら辺をですねちゃんとやらない限り、岸田政権は、財務省の傀儡っぽいですね批判を常に受け続けておりますので、はい、その疑いがですね、はい、なかなか払拭できないと思いますね、はい、で問題は政策の実効性です。まあ、昨日にはですね経済対策分で今年度補正予算案国会に提出、総額補正予算としては過去最大の35兆9895億円です。まあ、ただそのうち関連事業への予算が占める割合、給付金などと比べて小さいということなんですよね。まさに今言ったようにですね、はい、欧米に比べてもですね、そういったグリーン関係のですね、はい、投資であるとか教育、まあ、教育の方はなんとかギリ、最低レベルクリアかなという感じで、はあはあ、だけれどもですね、その、デジタル化に向けたら、はい、インフラ整備、これ全くダメですよね。最近も OECD、海外の国際機関からですね、はい、デジタル化に関する予算措置が全く不十分と、はあ、言われてますんで、実はその OECD に出向してる人は多分ね財務省なんですよ。ああ、そうですか。財務省から見てもダメだって言わざるを得ないと、つまり全くですね、なんて言いますかね、舞台に上がってくる以前のレベルです。はあ、そうなんですね。だからここら辺はですね、もう本当に継続的に福田岸田総理はですね、はい、ずっとですね、多年度にわたる予算措置をするって言ってますから、はい、じゃあ本当にですね本予算で、まあ、10年、はい、5年10年のまたがるですね、大規模な予算措置をしてほしいと思いますね。1年2年でできるもんじゃないですもん ね、 これね。あと忘れていけないのは、国土強靭化も重要ですね、はあ、そこら辺もちゃんとやらなきゃダメです、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。ミャンマーでクーデターを実行した軍に拘束されているアウン・サン・スー・チー氏、昨日社会不安を引き起こしたとする罪などで禁錮4年の有罪判決を受けました。複数の罪に問われているスー・チー氏の裁判で判断が示されたのはこれが初めてで、今後も厳しい判決が続くことが予想されます。スー・チー氏、軍がクーデターを実行した今年2月1日に拘束され、これまでに少なくとも12件の罪で訴追され、首都ネピドーに特別に設けられた法廷で審理が続いています。クーデターの発生から6日後と12日後にスー・チー氏の率いる政党が出した声明を通じて社会不安を引き起こしたとする罪、去年行われた総選挙の運動期間中の集会で新型コロナ
ロナ対策の規定に違反したとする罪、これについて6日合わせて禁錮4年の有罪判決が言い渡されました。まあ、ただその後国軍の総司令官が禁錮2年に減刑するよう指示したという、まあ、こういうニュースも入ってきています。アウンサンスーチー氏、他にですね、国家機密法違反、汚職などの罪にも問われているということですが、田中さん、今後も厳しい判決が続きそうですね。そうですね、はい、国軍としてはですね、はい、この間の総選挙の時に、はい、スーチーさんが率いているNDL、はい、国民民主連盟、これがまあ対象したわけ で、でそれ の、まあ、結果を無効にしてるわけですね、国軍の方がね、はい、で総選挙をまたやると2023年に、はい、ですんでもう禁錮ですね、これ4年を2年にしたわけでしょ。はい、でまあ、その間、スーチーさん事実上ですね、政治活動できないわけですよね。はい、でまた釈放されたとしても、当分ですね、おそらく政治的にはおとなしくしていかなきゃいけないかったりですね、また立候補できないと、はい、そういう制約が出てきますんで、まあ法廷をうまく利用して国軍が、はい、まあNDL 潰しをやってるということじゃないですかね。はい、そしてキリンホールディングスです。6日ミャンマーの国軍系複合企業に求めていた合弁解消をめぐり、シンガポール国際仲裁センターに仲裁を提起しました。キリンは現地でのクーデター後、この合弁解消を試みたんですが、交渉が難航していました。国軍系の複合企業との合弁会社、ビール最大手のこのミャンマーのですね、ミャンマーブルワリーです。でキリンは2月にミャンマーで起きたクーデターを受け、キリンのビジネス規範、あと人権方針に根底から反するなどとして合弁解消を表明しました。キリンによると、その後当事者間で交渉を試みたのですが、国軍系複合企業がキリン側の提案を拒否する姿勢、これを示す一方で、11月にはミャンマーブルワリーの清算を現地の裁判所に申し立てました。キリンは提携解消手続きが公正適正に行われることを求め、仲裁を提起したとしています。キリンミャンマー事業のこの継続方針を目指して新たな合弁先を模索しているということです。こういう問題が起きてたんですね。いや、キリンの、ね、態度は、ね、毅然としていいんじゃないですかね。はい、やっぱコンプライアンス上、ね、人権問題を重視するというのは、これは、まあ、民主国家であれば当たり前の、はい、構えですからね。まあ、これは北京オリンピックにも言えることですかね。まあ、ニュースで入ってきている中では、バイデン政権が外交的ボイコットを取る、ようだという、ね、ニュースが入ってきています ね。ようだという感じで、まだ正式発表ではないんでね。そうですね、はい。まあ、日本もですね、はい、ぜひ外交ボイコットをですね、はい、積極的な形で考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、さあ、それではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます。今年度補正予算案を提出、困窮世帯にすべきこととは。政府は昨日、新型コロナウイルス対応の経済対策の裏付けとなる今年度補正予算案、国会に提出しました。一般会計の総額35兆9800億円余りに上り、補正予算としては過去最大です。田中さん、改めてですけれども、この今年度補正予算案について、これはどうご覧になってますか。そうですね、一見すると規模はですね、はいはい、まあ、ギリギリ合格点に思えるんですが、はい、まあ、簡単に結論だけ言うと、はい、経済をですね、維持する政策はそこそこいいんですが、はい、いわゆるこの、感染がですね、はい、あんまりこう拡大していないとき、あるいはポストコロナのときにですね、どういうふうに経済を復興させていくか、はい、景気刺激の政策があまりにも不十分、はい、特に消費を盛り上げる政策が足りない、あるいはですね、長期的にいろんなですね、教育であるだとか、はい、デジタルであるとか、脱炭素であるとか、はい、いろんな名目を並べてファンドを作ってるんですが、はい、それの規模がやはり、しょぼいと、はい、いうことがですね、つまり長期のスパンで見ると日本経済を立ち上げる分には、不十分なもの で、はい、でそこら辺に岸田政権のですね、限界が見えてくると、うん、当面はですね、なんとかしのげるような感じにはなってますけれども、はい、長期にはひょっとしたらですね、出ししぶりしていますから、コロナでいっぱいお金を出したろうと、はい、じゃあ増税かというような疑いを、未だ国民の多くはですね、払拭できていないと、で当然岸田さんはですね、いやそんなことはないと、やるんだと、はい、いうのであれば、やはりですね、この補正予算だけではとどまらず、本予算、
まもなく、国会でも審議、すると思いますが、そこで、長期にわたるですね、お金を出す枠組みをしっかりと作っていかなきゃいけないと思いますね。はい。で、今年度補正予算案、主な施策では18歳以下を対象とした1人当たり10万円相当の給付として、今年度の予備費を充てる分とは別に1兆2162億を盛り込んでいます。また売上が大きく減った事業者に最大250万円を支援する費用として2兆8032億円を計上。18歳以下の子どもに10万円相当給付する事業は現金5万円と子育て用品に使えるクーポン5万円分に分けて配る方式を基本としていて、全額を現金給付とするよりも事務費がおよそ900億円余計にかかります。現金10万円で支給するべきだという声も上がっているわけなんですけれども、こうしたコロナ対応の経済対策いかがでしょうか。ワイドショーだとか、いろんなところはですね、この事務経費900億円問題をあまりにもクローズアップしすぎてですね、これ36兆円の中の、たかだか2兆円ぐらいの話ですよね。で、それは予算の中のほんの一部分の話で、みんなここにね、食いついて岸田政権を批判するんですが、というと岸田政権を弁護するように誤解されると思いますが、先ほど言ったようにね、これ景気刺激の部分は圧倒的に足りないと、でこの教育支援金、この子育て支援ですが、18歳以下のね、これ2回に分ける意味はほとんどないと、やっぱり一括で出した方がね、これ事務経費問題とは別にして、10万円ね、とっとと配った方がいいんですね。予備費結構まだ余ってますんで、これ予備費が確かですね、この一部分は出すんですよね、このね、子育て支援に使うんですが、まだなんだかんだ言って、1兆円ぐらい余ってるはずなんですよ。なんでそれをね、いっぺんに出さないのか、それが謎めいてますね、逆にね。だから通常なんかね、本予算で予備費大体毎年5000億円ぐらいは、例えば天変地異だとかですね、なんかあった時のために取っとくんですが、それで今回この子育て支援にね、使ったと全額パッてで10万円、払ったとしても、6000億円ぐらい余るんですよ。まだ予備費がね。だから何が起こってもある程度対応できますんでね。これまでと同じような、残し方、だから別にこの予備費ね、取っといたってしょうがないんで、やった方がいいんじゃないですか。だからワクチンの前倒しでね、予備費使うとかね、であれば補正予算でも取ってますからね、別にいいんで、なんでやんないのかなって、逆にそっちの方が疑問です。疑問ですね。また OECD 経済協力開発機構は最新の経済見通しで、日本経済について回復にまだ弾みがついておらず、コロナで最も影響を受けた世帯や企業へのこの政策による支援が引き続き重要だ、こういう見方を示しています。その上で今年の成長率予想 1.8%、 前回の 2.5% から下方修正しています。ただ来年の成長率を 3.4% と前回の予想の 2.1% から大幅に上方修正しています。この予測どうですか、田中さん。これはですね、やっぱ補正予算が、出ると、かなりの規模で出るっていうのを織り込んで OECD は計算したんですが、みんなこれで今年は下がると、それは当然ですよね。東京中心にずっと緊急事態宣言やってましたから、予想よりも下がって下方修正すると、具体的なデータもそういうふうにそれを裏付けるような感じですよね。来年おそらく上がると、かなり上がりますね。でこれは欧米諸国なんかに比べても、遜色ないような形なんですが、問題は2023年、おそらくもうコロナを出した時の成長率が 1% ぐらいなんですよ。すごい低い、OECD の平均から言ってもですね、圧倒的に下がっちゃう、これはなぜかというと、やはりね、今回の補正予算にも表れていますけど、やはりね、消費を持続的に盛り上げる政策が足りないと、当面はいいけどってことなんですね。そうですね、みんな子育て支援の、その事務経費問題に言ってますけど、僕から見るとね、その公明党との調整で一番頭にきてるのは、マイナンバーカードへのポイント付与の、総額を減らしたことですね。あれしかも、
使いづらくもしたと、はあはあ、で消費に刺激を与える政策に全く、ね、岸田政権は無頓着、はい、つまりコロナ禍が終わった後消費をいかに盛り上げていくのか、つまり景気をいかに維持していくのかについて無頓着 で、でさらにあのデジタルであるとかグリーンであるとかいろんなことは言うんだけれども、全部ですね、はい、あの規模が足りず、しかもあの視野が狭いということがですね、はい、その、OECD の予想で、はい、もう2023日本は高が 1% と完全舐められてます、ね、そうですね、というとあの田中さんの今のお話聞いてると、まあ、当面はまあまあ維持できるくらいだけれども、それを伸ばしていく、消費を伸ばしていくだとか、景気を良くしていく部分、あと長期的なものに対してはまだまだ足りないってことなんですね。そうですね、だからその調子でいくとね、新しい資本主義っていうのは結構だけど、はい、もう新しいね、はい、しょぼさがね、しょぼさのね、あのニューバージョンがね、2023年ぐらいを中心に出てくるのかと、はい、まあまあ、その時に、ね、岸田政権がほとんどあの維持されているかどうか分かりませんけれども、ともかくね、あの、資本主義を変えるみたいなこと言ってるんですから、これね、あの5年10年の長い、はい、視点で、予算を、ね、構築しなきゃダメですね、まあ、ですから今回の補正予算も、ね、過去最大だなんて言ってんで喜んでる場合じゃないってことなんですね。ないですよ、本予算を過去最大にして、はい、でさらに、もう来年度分ぐらいまでですね、拘束してですね、来年度もドカンとやりますよと、やるぐらいなんですね。ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテッテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。鉄道の情報入ってきました、池袋線東長崎駅江古田駅間の人身事故の影響によって池袋駅、これ西武池袋線ですね、池袋駅と飯能駅の間と豊島線西武有楽町線の上下線で運転見合わせています。運転再開午前7時の見込みです。ご利用の方ご注意ください。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。どうしたんですか。いやいや、ちょっとこうあの上目遣いで田中さんを見ながら言って、今あまりにも怪しい目線でよだれ垂れちゃった今朝もサングラスをもうこの時間はされてるなと思いながら、ちょっとキレキレにご紹介をしてしまいました。申し訳ございません。さて、こういうニュースが入ってますね。通行人の女性を暴行して怪我をさせたとして公認会計士の男23歳が傷害容疑で逮捕されました。男は先月21日午前0時半ごろ東京メトロ池袋駅の地下通路で前から歩いてきた20歳代の会社員の女性の顔にプロレス技のラリアットの暴行を加えおよそ2週間の軽傷を負わせた疑いです。男は酔っていたためわからないと容疑を否認しているということのようなんですが、すれ違いざまにプロレス技のラリアット、これをするとはちょっと意味がわかりませんね。というかこれすごい危険ですよ ね、 そうですよね。これはい、あね、い危ない、酔っていたためわからないなんてそんな、ね、理屈、ね、通らないですよ、こんなの。で、駅構内の防犯カメラに小走りで女性に近づき暴行する男の姿があり、池袋署が捜査で特定しました。現場周辺では別の日にも若い女性が膝蹴りや体当たりをされる被害が2件あり、警察が関連を調べています。いや、公認会計士の男23歳ってね、もうこれ本当にこの公認会計士の資格取ってるんだったら、こいつすごいですよ。23歳だったら若いから、ね、でもね、それのね、資格にね、はい、あの見合うだけの人じゃないですよ、人間としてね。でそれもだからね、この1回だけじゃないようですからね。そうですね、本当に危険ですね、これは。そうです、田中さん、これまでの人生の中でスタンハンセンの必殺技ラリアットした、あるいはされた経験ありますか。うちの親父がですね、プロレスの大ファンで、僕小学校の時からね、コブラツイストだとかマンジ固めだとかね、なんかプロレスの試合見てあと、うちの親父あ、はい、頭に血が上っちゃって、まあ、だいたい基本的にハゲてるんですけど、あのそれで、あの私をですね、どうでもいい情報だったです今、はい、すいません、はい、私、あ、ちなみに私はですね、田中家はですね、はい、あの把握するところ江戸時代末期から
ですね、だいたい6代続けてハゲ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 って一子相伝で、はい、言ってますんで、はい、でよくそういったまんじ固めとかいろいろかけられるんですけど、お父さんに、はい、もう記憶に残った痛さとですね、親父のですね煙くれじゃらな足、バッチリ、すね毛が、もうすね毛がバッチリ、もう本当少年の心に傷をつけちゃったんだ。猪木とか、ね、ババに謝ろうお前は。本当だ本当に。さて大阪ではこういうことも起きました、赤い色の自転車で追い抜きざまに女性の体を触ったとして大阪市に住む無職53歳の男が逮捕されました。男は今年8月から、毎週末の深夜帯に女性を狙った同様の事件を繰り返していて、捜査員の間で週末の赤チャリ男と呼ばれていたと。逮捕容疑は8月上旬の午前3時ごろ、府内の路上で自転車で追い抜きざまに40代女性の体を衣服の上から触ったとしています。女性は生後8ヶ月の息子をあやすため外出していたといいます。ガンダムの赤い彗星ならぬ週末の赤チャリ男、これどう思われますか。シャアに謝れますこれ。いやつかリュース原稿が悪いですよこれね。いやでも、はい、危ないよ、生後8ヶ月のお子さんを抱えていて、はい、そこでね、すれ違いざまってすごい危険ですよこれも。上から触るなんてね、53歳、はい、何のために生きてるんだよ。男はですね、風俗では満たされない性欲があったなどと容疑を認めていましたが、その後は黙秘に転じたといいます。これどういう性的指向なんですかね。まあもう本当ね、いろんな人がいると思いますよね、ともかく危険な行為、ハレンチな行為ね、ダメですよ本当に、はいね。いやだけど世の中にはいろんな輩がいるもんですね。ですよね、このコーナーでね改めておそらくラジオ機の方もそんなやついるのっていう、まあねね、はい、うちの親父もねなかなかさっきうちの親父も青チャリとかするんじゃないですよね。青チャリじゃないですよ、はい、ともかく万事固め怒るとですね、昔高円寺順調商店街にいたんですけどね、全然順調じゃなかったおっさんでしたよね。まもなく7時です。7時になりました。文化放送おはよう、テラちゃん。12月7日火曜日7時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は曇り空ですね。 10.2 度、北西の風が 5.8 メートルです。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。今日も関東地方一日通して雲が多いでしょう。昼過ぎにかけて内陸部中心に所々にわか雨、夕方以降雨の範囲が広がります。次第に本降りとなるでしょう。最高気温は東京都心で15度、横浜埼玉14度、千葉16度の予想です。昨日に比べれば若干高くなるでしょう。ただ北風がやや強めに吹くこともあります。どうぞ暖かい服装を心がけてください。東京地方今日は曇りのち雨、降水確率午前 20%、 午後 50%、 夜6時以降 70%、 明日は雨時々止むという予報です。濃霧注意報が群馬県に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県北東部、茨城県に、強風注意報が伊豆諸島、神奈川東部に出ています。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。改めて田中さんよろしくお願いいたしま す。あ、サングラスを外してね。いやいや、ここではね、はい。さて、欧米で新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン型の市中感染が広がり始め、各国 PCR 検査や濃厚接触者の行動把握を強化しています。ワクチンの効果が維持できるかは不明なんですが、この重症化を防げるという見方から追加接種も急ぐと。ウイルスの特性が分かるまでは取り得るこの対策をですね、総動員する、何でもやってみると、こういう体制のようですね。でイギリス政府にも助言する感染学者は、馬が逃げ出してから馬小屋を閉めるようなものと話し、水際対策でオミクロン株のイギリス国内への侵入を防ぐのは手遅れだという認識を示しました。
各国が PCR 検査や濃厚接触者の行動把握、これを強化しているということなんですけれども、これはどうなんでしょうね。そうですね、あのイギリス の,、ね、あの感染学者さんの言葉っていうのは、はい、まあ、イギリスとか今ヨーロッパ、あるいは、日本の周辺で言えば韓国、あの感染者数日本に比べてですねかなり多いですよね、はい、その中で、オミクロン株対策っていうことはですね、やはりちょっと手遅れ感が、ありますよね、でそれに対して日本の方はですね、運がいいことに今新規感染者数がすごく、低水準で推移してますから、はい、まあ、言ってみればクラスターなりですね追跡調査なりしやすい段階でありますよね、はい、だからまあ水際対策も厳格化していってですね、ただでさえ日本の医療、提供体制はですね脆弱なんで、はい、すぐ新型コロナ病床が埋まってしまって、スタッフも不足するという状況で、はい、すぐにですね緊急事態宣言に追い込まれてしまっていると、このですね悪いパターンを脱するためにもですね、やはりこの体制を整えなきゃいけないと、はい、もう今更ですけど、そのためにも水際対策はですね、はい、やはりこう厳格に推移した方がいいと思います、で、まあ、時間を稼ぐということですね、はい、ちなみに昨日のですね新たな新型コロナウイルスの陽性者全国では60人、東京は陽性確認は7人ですね。でこのオミクロン株なんですけれども、日本で3例目となる感染が確認されたと昨日発表されました。イタリアに滞在歴のある30代の日本人男性で、ドイツのフランクフルトを経由して羽田空港に到着したといいます。で8月にワクチンの2回目接種も終えていて、現在症状は出ていないということですね。でこの男性ですけれども、今月1日に入国した際、羽田空港の検疫所で新型コロナウイルスの検査を受けて陽性反応が出たため、国立感染症研究所で検体の遺伝子を解析していました。その結果オミクロン株への感染が確認されたということなんですね。で男性入国後、検疫がこの指定するですね、宿泊施設にいましたけれども、現在症状はなく近く医療機関に入院する予定だということです。また厚労省は同じ飛行機に乗っていた、この41人の乗客全員を濃厚接触者とみなして、入国後14日間宿泊施設での待機を求めることにしています。これですから田中さん、これでわかるのも、このオミクロン株遺伝子解析には数日かかるってことなんですね。そうですね、今はね、まあ、PCR 検査で、はい、まあ、陽性で拾ってですね、はい、で、まあ、具体的な検査で、はい、オミクロン株かそうでないかという時間がかかるということなんで、まあ、その間はですね、指定されたところで宿泊施設で生活してもらうという体制なんでしょうね、はい、ただ、まあ、この方もね、イタリア、ドイツ、まあ、ヨーロッパですよね、はい、そうですね、もう南アフリカではなくて、はい、もうヨーロッパで、おそらくヨーロッパでかなりもう広がってて、市中感染ということでしょう ね、ですので、やっぱこの、まあ、日本は先ほど言いましたよね、はい、運がいいことに今新規感染者数のレベルが低水準で推移してますんで、はい、その利点を生かしてですね、水際対策である程度止めると、はい、で市中に広まってもですね、今だとクラスター調査とか追跡調査に人を割り振ることができますから、はい、そこでですね対策も強めていけばですね、まあ、なんとか、先延ばしできるんじゃなかろうかと、はい、結局はですね、まあ、デルタ株の時もそうだったんですが、やがてはまあ、オミクロン株 の, この感染力にもよりますよ ね、 そうですね、結局入れ替わってしまいますので、はい、まあ、それを長引かせると、いうことが重要ですよ ね、 そうですね。特にまあ正直言ってこれはまあ感情論なんですけど、はい、ようやくデルタ株の、ね、猛威を乗り切って、今この段階にまで来てるわけですよね、はい、やはりこの外に日中歩くとですね、みんな、まあ、ほっとしたような感じですよ。そうですね、だからもうこの、状態をですね、続けて、はい、行きたいというのが本当の国民の願いじゃないですか、ですね、で我々はその、まあ、第5波が沈静化してきて、でヨーロッパでねまたそのデルタ株ですよ、はい、増えてきて、で第6波に、ね、2月ぐらいなんじゃないかみたいにね、戦々恐々としていた矢先にオミクロン株ですからですよね、だから、まあ、今のところね、その、はい、昨日は60人ですか、全国60人です、全国でね、まあ、まあ、これはおそらくデルタ株の方ですよね、でこれをですね、なるべくもう12月中1月と、はい、で2月も乗り切りたいですよ ね、 そうですね、で大事なのは東京にかでいきますから、全国そうですけども、東京の昨日の重症者は3人
ですね。サニー、だからまあこれは低い方ですよ、一時に比べれば。やっぱワクチン接種の効果っていうのもあると思いますよね。これはもうデータでもはっきり出てるみたいなんで、はい、でもう一つ、松野官房長官、日本国内で確認されたオミクロン株の感染者の濃厚接触者のうち、ナミビア滞在歴のある10歳未満の男性が新型コロナの陽性が確認されたことから、オミクロン株がゲノム解析を進めている、オミクロン株かゲノム解析を進めていることを明らかにしました。例の感染したこの男性が一人います、そのおそらく10歳未満の男性といいますから、お子さんだと思うんですけども ね、これが、家庭内感染というか濃厚接触、これで、これまではその陽性確認されていなかったかと思うんですけれども、その男性の陽性が確認されて、今ゲノム解析に進んでいるということですね。ご家族の方も、心配だと思いますよね、そうですね、ですからここからはもう何も、その正確のことは言えませんけれども、やはり家庭内感染だとか、濃厚接触というのはどのこの新型コロナウイルスでもやはり気をつけなきゃいけない、ということですね。時刻7時15分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。週明け6日のニューヨーク株式市場、新型コロナウイルスの変異株オミクロン株への懸念が後退し、ダウ工業株30種平均大きく上昇しました。終値の上げ幅が600ドルを超えて今年最大となりました。終値12月6日は前の日と比べて646ドル95セント値を上げて 35,227 ドル3セントで取引を終えています。田中さん、オミクロン株への懸念が後退ということなんですか？そうなんですかね、まさに株価で一喜一憂するなっていうことの典型みたいですよね。つい1週間ぐらい前はもうパニック的な状況だったのに、そうです、何がオミクロン株への懸念が後退したのか、ちょっと今手元の資料にはわからないんですけども、結構重症化しないとか、そういうことなんですかね。そういうことなんですかね、ただ、正確にはかなみたいな感じなんでしょうね。そうですね、やっぱ、WHO とかね、そういったところから出ないとですね、分からないところだと思いますね。正確なものはね、ただこの株価っていうのはこういうもので一喜一憂というか、やはりこの不透明感というのを一番嫌うと言いますからね、そうですね、ちょっとでも明るいこの日差しがあると上がってくるんですね。もう無責任なものですよね。そうですね、さあ、それではニュースピックアップいきましょう。今度はこちら、読売新聞、住宅ローン減税控除率 0.7%。 政府与党は昨日、2022年度税制改正のこの焦点だった住宅ローン減税について、所得税と住民税から差し引く控除率、残高の 1% から 0.7% に引き下げる方針固めました。減税対象となる年末のローン残高の上限も引き下げる一方、減税期間は10年から延長する方向です。住宅ローン減税、21年末で期限を迎え、延長する際の条件について調整が進んでいました。控除率を引き下げるのは、超低金利が続いて 1% を下回る金利でローンを組むケースもあるからです。住宅取得者がこの支払う金利よりも減税率が多い逆座や、これを会計検査院が問題視していて、金利を税制で補填する制度の趣旨に沿って改正をするということですね。住宅ローン減税というこの仕組みなんですが、田中さん、これをどうご覧になってますか？会計検査院はただの経済音痴の機関ですからね、こんなん聞かなくたっていいんですよ。逆座があってこそ、今までですね、この住宅ローンの残高の推移を見てみますと、景気が回復するとともにですね、結構積み上がっていくんですよ。つまり、言い方を変えればですね、この逆座を利用して、一般の人たちが住宅をですね、持ちやすくなっている環境があったりするわけですよね。でこれを推し進めた方が当然景気にもいいんで、なんでね、会計検査院はただの法律があって、何ですか、趣旨にあった帳尻合わせですよね、まさに帳尻合わせ機関ですから、会計検査院は、対局を見失ってますよね。それを真に受けてはダメです、逆座をもう上等ですよ、だからこれはね、控除率の引き下げっていうのはね、これは悪い筋の政策ですね。そうなんですね。だからこんなことやるから、
なんか隙あらば増税内閣とかね、言われるんですよ岸田政権は、はい、だからこれはね逆座上等でね会計検査院にねマクロ経済的な観点からね、見直せと逆に、ね、突き返すぐらい の、 異議申し立てをするぐらいの今はこういうのが必要なんだと、そうですよ、買うきっかけリフォームするきっかけにするためにもね、こんなことやったらね、逆座のメリットなくなるってことはですね、住宅ローン組みにくくなるってことですから、ただでさえまだねこのいや先ほど、補正予算案の話でもやりましたけど、はい、岸田政権っていうのはともかく、コロナ禍の時はまあまあの政策をやるんだけど、おそらくね、はい、ポストコロナ、あるいは、コロナが沈静化した時の景気対策が全くダメです、はあ、そこら辺の発想は完全にザ財務省、はあ、そうなんですね。でこの控除対象となるローン残高の上限についてはですね、一般的な新築住宅4000万から3000万に引き下げる方針です。また減税受ける条件となる住宅取得者の年間所得も現在の3000万円以下から引き下げる方向で、高額物件高所得者ほど減税の恩恵が大きくなるとの指摘を踏まえました。まあ、代わりに減税期間は物件によっては延長します。期間は13年とする案も浮上しているということです。まあ、住宅ローン減税の控除率の引き下げ、この延長するってのはいいことですよね。まあ、延長するっていうのは別にいいんじゃないですか、はい、延長すると同時に、はい、やっぱね控除率も、従来と同じままにすべきだと思いますよね、そもそもあの 金利はね、これ政策金利ですからね、これは経済状況によっては上下動するんで、はい、あんまりそれをね、会計検査院マクロ経済オンチの機関ですから、はい、そういったところがね口出す問題じゃないと思いますね、はい、続いてはこちら、産経新聞、半導体産業強化へ法整備。政府は昨日、先端半導体の工場の新設増設を支援する関連法改正案2本を閣議決定し、臨時国会に提出しました。2021年度内の施行を目指していて、支援の対象は TSMC 台湾石体電炉製造、この新工場を含め数件程度となる見通しです。支援想定するのは大増産に応じることを定めます。生産能力を強化するための投資研究開発、このほか情報管理の体制づくりも求めます。新エネルギー産業技術総合開発機構に新たな基金を置いて複数年度にわたって支援すると。基準を満たさず認定を取り消す場合にはこの返還も求めるとしています。経産省は財源として令和3年度補正予算案に6170億円を計上しています。法整備で半導体産業を支援ということなんですが、田中さんこちらいかがですか。これはですね、半導体支援ね、まあ、いわゆる、産業政策っぽい政策で、経産省ノリノリですけれども、僕はもう産業政策、政府が産業リードすることは難しいとは思いますが、この際ですからお金が足りないんですからね、もう無駄金と思って、この6170条件ですか、10倍ぐらいいきましょうよ、はあはあ、ぐらいの長期的な、水準で、たとえ失敗しても、民間にお金が流れたから結果往来で、行くぐらいの、構えを見せてほしいですね、補正予算の、額ね、みんな36兆円ぐらいですか、なんとなく良さそうに見えるんですが、中身がともかく、ポストコロナ、つまり、景気を刺激する部分と、今この、話題になってこの半導体であるだとか、デジタル関係、あと、グリーン関係ですね、環境関係であるとか教育関係、もっとですね分厚いものが必要で、これ補正予算だけではなくて、やはり本予算と連動しなきゃダメですね、本予算で複数年度にまたがる支出を維持すると、そのためにはですね、ファンド方式でもいいんですが、やはり省庁を作っちゃうのが一番いいですよね。そうすると絶対人とお金がつきますから、でその方が財政政策の長期的な効果も出てですね、一石二鳥です。その方がですね、ファンド方式でもいいんですけど、額が少ない、6170億円じゃね、これねなんちゃってで終わっちゃいますからね。あと一方でだから今回はもう具体的には TSMC、あとその他何社ぐらいのもんですもんね。そうですよね、で失敗してもいいんですよ、失敗すると思わざるを得ないんですが、今までの産業政策的な発想でいくと、だけども、
今お金がね足りないんですから、特にねコロナ禍が終わった後の、景気がね、OECD が 1% ぐらいしか日本は成長できませんって高く食ってますからね、それを覆してやろうじゃないですか、そのためにはね本当ね10倍ぐらい、そうですね、やってみろと。研究には金もかかるでしょうからね。研究にはね無駄が必要です。今回のコロナ禍で、分かったのは、医療スタッフの不足、そしてコロナ病床の不足が、ね、顕在化しましたよね。そのためにはまたね似たようなことが起こる可能性が高いですから、人材も病床も、ともかくね余裕持たなきゃいけないと、専門用語で言えばバッファー、緩衝材って言うんですけどね、それは一見するとね先ほどのね会計検査院から見たら無駄に見えるんですよ、無駄じゃないですよね、そのためにはやはりね研究もそうですが無駄が必要です、で、しょぼい無駄じゃなくて大きな無駄からね、新しい発想が生まれますね、僕はそういうふうに思ってます、続いてはこちら、日経新聞、非鉄金属需給逼迫の警告等。非鉄金属市場に需給逼迫を警告するサインが一斉に灯っています。銅やアルミニウムなど主要な6つの金属すべてで現物価格が、先物価格よりも高くなる逆ざやと呼ぶ現象が続いています。最大の要因は現物のこの需要があらゆる金属で同時に引き締まっていることです。脱炭素化の流れ、天候不順など複合要因を背景にヨーロッパ、中国で大規模な電力不足が発生しています。で、アルミや亜鉛など電力を大量に消費する製錬所では稼働の停止が広がるなど供給懸念が高まっています。主な6つの金属すべてで現物価格が先物価格よりも高くなる逆ざやと呼ぶ現象が続いているということなんですが、田中さん、こういうことが起きてるんですね。そうですね、やはりね、このコロナ禍の中で、なおかつこの脱炭素を進めなければいけないというですね、もうなんか世界経済全体マゾカみたいな、本当にね、難しい環境でやってるなと思いますよね。だからこのね、やっぱね脱炭素のね見方もね、ちょっと見越しって言いますかね、目標を高く掲げすぎなんですよね。いろんなところで、いわゆる脱炭素って地球に優しいとか言ってますけど、我々人間にとっての、環境を、維持するためにやってるわけでしょ、なんかこれで、資源価格が高騰して我々の生活になんか歪みがもたらされたら、一体それプラマイどうなのっていう風に感じになりますよね、で、この在庫の急速な取り崩しも品薄感に拍車をかけて、代表品目の銅、10月中旬余剰在庫が一時ほぼ底をついたことをきっかけに一時1100ドルを超える過去最大の逆ざやを記録したということです。こういうことでやはり経済には影響あるんですかね。ありますよね、資源高に、将来的につながるみたいなね、将来的にこの状況がずっと長期化するってことは、裏返しで言えば、そういったものを圧力を受けてですね、コストプッシュ型のインフレっていうのをね、やっぱ懸念するような動きもありますし、でこれは先物ですから、いわゆる投機的な観点から言えば、これで儲けようとする人もいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますよね。続いてはこちら、産経新聞、朝鮮学校補助金下げ止まり。全国に63校あります朝鮮学校に自治体が支出した令和2年度の補助金総額2億1055万円で、前の年度に比べて699万円の微減にとどまったことが昨日文科省の内部資料で分かりました。平成22年に導入された国による高校授業料無償化の適用をめぐって運営実態の不透明さが指摘されるなどしたことで、自治体側でも補助金支出を見直す動きが広がりましたが、ここ数年は補助金総額が下げ止まりつつあるとしています。朝鮮学校学校教育法で学校と認定されておらず、都道府県が各種学校として認可しています。自治体ごとに独自の制度を設けて補助金を支出してきました。自治体からの補助金は運営費などとして学校に直接提供される場合と、保護者支援の名目で家庭
性に提供される場合がありまして、地域によってこの運用違っています。文科省の内部資料によると、令和2年度に管内の朝鮮学校や通学する子どもがいる家庭に補助金を支出していた自治体は11の道府県7,935万円、92の市区町村1億3,120万円、この道府県数、市区町村数とも前年度と変わらなかったということなんですね。朝鮮学校の補助金減額という、こういうニュースが入ってますけれども、田中さん、これはどうご覧になりますか。ね、補助金の問題というよりも、やはりこのね、朝鮮学校の、この授業とか運営とかね、それの実態の方を、改善するってことの方がですね、最優先で、それのですね、改善がどうなっているのか、そこをですね、やはりこう報道する側も伝えてほしいなと思いますよね。この朝鮮学校をめぐっては、在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連と呼んでますけれども、こちらによる教育基本法が禁じた不当な支配の疑いが指摘されていると、高校授業のこの授業料の無償化を朝鮮学校にも適用するかどうか、これが議論になって、22年度以降、当時の石原慎太郎東京都知事と橋本通る大阪府知事が支出停止に踏み切りました。25年には国が無償化の対象外として、文科省が28年に公益性の観点などから支出の妥当性を検討するよう通知を出したこともあり、この同年度には3億円を割り込んだという、こういうことがありました。はい、時刻7時半です。文化放送おはよう、テラちゃん。時刻7時31分です。さて、ここで JA 全農新潟からおいしい新潟産のあんぽ柿プレゼント当選したお二人発表です。横浜市のラジオネームぷっくぷく小江太郎さん当たりました。おめでとうございます。もう一方は足立区にお住まいの安幸さん当たりました。おめでとうございます。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。万引きに間違われて訴訟を起こされ、億単位の賠償金を得たアメリカ人女性がいるというニュース。レズリー・ナースさんという人が2016年家族とともに大手のスーパーウォルマートで買い物をした時、万引きしたと間違われて逮捕されたんですね。購入したのはパンやシリアルなど食料品、日本円にすると5400円。そしてセルフレジを使った時に支払いをしていないと誤認されたんです。で、女性は確実に支払いを済ませていたため、逆に店側を相手取って訴訟を起こしました。そして地元の裁判所で陪審員は満場一致で女性を支持する評決下しました。同時に女性をこの、どうしたんですか、ウォルマートをですね、こちらを糾弾して店側に日本円でおよそ2億3,700万円の損害賠償金の支払いを命じたということなんですね。田中さん、5400円の買い物で、逮捕されたっていうね、ものすごい心の傷は負ったんですけど、2億3700万円の損害賠償の支払いを命じた、金額がすごい、ちょっと笑みが浮かんできてますね。そうすか、そういう金額になるんですね。捕まってみようかな。いやいや、ダメですよ。そんなダメです、コンビニ巡ってこういうこともありました。アルバイト先のコンビニで勤務中に客として訪れた、男子小学生のお尻を軽く叩いたとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた20代のベトナム人男性留学生に対し、神戸地裁が卑猥な言動には当たらないとして無罪判決を言い渡していたことが分かりました。これどういうことかというと、留学生はですね、3月に勤務先の神戸市のコンビニで、当時小学校4年生の男の子の2人のですね、尻を衣類の上から1回ずつ叩いたとして逮捕起訴されました。2人は叩かれた後、店を出て付近の交番に被害申告をしたといいます。これなんで叩いたかってのはここには書いてないんですけどもね。
そうですよね。だコンビニでお尻ペンペン一体何があったのか、まあ、あんまりコンビニでお尻ペンペンはねしないですよね。そうですね、うん、だからまあ、お尻ペンペンね、ここで一句浮かぶところだったんですが、いやいや、もうすでに電池切れです。電池、そうです、はい、いやだから、ね、例えば昔だったらですよ、お尻ペンペンはなんか悪いことした時にお尻ペンペンでしょ、もうガキデカなんかね、もうお尻むっちりお尻で死刑とかやってましたからね。そうですね、そういう時代の人間なんて私、まあ、推測の域は出ませんが、ベトナム人のこの男子留学生としては何かこの罰を与えるという意味でペンペンしたのか、ただそれなりじゃなくてただふざけてペンペンとかやったのかわからないですね、これはね。ふざけての方がちょっとなんか危ないかもしれない、いやいや、そうですね、これはね、はい。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀臣さんでした。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。